ダヌイロ・アポーストルは、ウクライナ・コサックの統領。1668年から1727年に、かけて、ヘイチマン国家・ムイールホロド連隊の連隊長。1727年から1734年に、かけては、ヘイチマン国家のヘイチマン。独眼の統領と呼ばれた。1654年12月4日、ロシアの属国ヘイチマン国家・ムイールホロド連隊。 ソローチンツ村、コサック長官の家に生まれた。父パウロアポーストルは、モルダビア公国の氏族であったが、1648年の、フメリニツキーの乱の折に、コサック側に加わり、1659年に、ヘイチマン国家のムイルホロド連隊の連隊長に任命されて、ウクライナへ帰化した。1668年に、父が没すると、 ムイールホロド連隊のコサックは息子、ダヌイロを連隊長に選んだが、ダヌイロが幼かったので、親戚のオレクサンドル・ドゥビアー派が連隊長の名代になった。1682年に、ダヌイロ・アポーストルは元服し、全権ムイールホロド連隊長となった。しかし、全平地ンのイヴァン・サモイロービチ派の一員であったため、1687年に、 現平地万のイヴァン・マゼーパの命により、連隊長から解任された。1693年に、マゼーパは、アポストルを、給食に再任し、マゼーパ政権とロシアに反旗を翻したペトロを、イヴァネエンコ初期官との戦に、彼を派遣した。イヴァネエンコは、クリミア半国と手を結び、その軍勢と共に、 ヘイチマン国家へ攻め入ることを何度も試みたが、1693年のインフール川の戦いと1696年のボールスクラ川の戦いでアポーストルの連帯に連敗した。1695年から1696年までの間にアポストルはロシアが行ったアゾフ海遠征に従軍しドニュプロ川の下流に位置する。 クリミア半国のクイズケレメン要塞とオスマン帝国のオチャーキュー要塞の陥落に際し、軍港を建てた。これによってアポストルは、マゼーパの信頼を得、1697年にマゼーパがクリミアへ出陣するとき、マゼーパの名城である任命、ヘイチマンとして、ヘイチマン国家の管理が任された。1700年にロシアとスウェーデンとの間に大北方を。 戦争が勃発すると、アポーストルは、ロシア司令官、ボリス・シェレメーテフの下で、コサックの部隊を指揮し、1701年にリボニアでのエレストフェルの戦いに参加した。さらに、1704年に、ポーランド・リトアニア共和国の国王アウグスト2世を、救うために3000人のコサック部隊を率いて出陣し、1705年のワルシャワの戦いでの勝利に貢献した。 しかし、アポーストルは、マゼーパと同様に、平地マン国家のロシアからの独立を願い、密かに、スウェーデン軍の司令部と内通し、ウクライナスウェーデン同盟条約の作成に、関わるようになった。1708年10月25日にアポーストルの連帯は、スウェーデン軍に寝返ったが、アポーストルは、ウクライナにおける、ロシアの焦土作戦による、 スウェーデン軍の疲弊を分析して賞賛がないと判断し、再びロシア軍に寝返った。ロシアのツァーリ、ピョートル一世は、ウクライナにおける反ロシアのコサック長官を引きつけるためにアポーストルを斜面して、領地や連隊長の職も安堵した。アポーストルはそれを受けて、1709年のポルタバの決戦に参陣した。1711年に、 アッポーストルは任命、ヘイチマンとして、ウクライナコサックを引率し、プルトの人と呼ばれる、ロシア軍による、モルダビア公国への侵略に加わった。さらに、11年後の1722年、1万人のコサック軍の司令官として、ロシアペルシャ戦争に赴いた。デルベント要塞をめぐる戦いにおいて、右目を失い、独眼の統領と呼ばれるようになった。 1723年に、アポストルは、ヘイチマンのパウロをポルボートクをはじめとする、コサック長官と共にコロマークの上場を、ピョートル一世に提出し、大北方戦争後に縮減された、ヘイチマン国家の自治権の回復、ヘイチマン政府を監視する小ロシア委員会の廃止、並びにヘイチマンの自由な選挙の実施を請願した。それに対して、ピョートル一世は、 上場の提出者全員を、無本人と小ロシアの民の迫害者として逮捕し、サンクトペテルブルクのペトロパブロフスク要塞に、監禁した。1725年に、ピョートル一世が死去するとアポーストルは解放されたが、サンクトペテルブルクを出ることは許されなかった。ダヌイロアポーストルが混流した、旧世主権境会境界1727年の夏に、 ピョートル2世の政府は、ロシアオスマン関係の悪化と、そして新たな戦争の可能性を懸念し、小ロシア委員会を廃止して、ウクライナにおける、新たなヘイチマンを選ぶことを許可した。そのために、恒例のアポーストルは親ロシア候補者として、選挙に出され、1727年10月1日に、フルーヒウで開かれた会議において、ヘイチマンに選出された。 会議には、ロシアの観察士ナウーモフも出席した。ヘイチマンは、息子、パウローを人質として、ロシアの政府に差し出し、自ら、ピョートル2世の退官儀式に参加し、ピョートル2世に1654年の条約に基づく、ヘイチマン国家の自治権の回復を請願した。ピョートル2世は、アポーストルの要求を受け入れ、1728年に、 決定的情状を出して、平マン国家の政府の存在を公認した。しかし、同時に平マンの親衛隊を削減すること、平マン国家の税金の過半をロシアの国庫に送ること、政府内でロシア人役人を増やして、ロシア人に平マン国家における領地購入を許すことを義務付けた。ウクライナに帰ったアポーストルは国内の整備に着手した。 1729年から1731年にかけては、検知を行い、違法に渡し料となった土地を国に戻した。さらに、経済の改革に努め、平地満国家史上初めて国家予算の収支を明らかにして、国家の金融制度を改新させた。また、1730年には裁判の改革も行い、ウクライナの裁判への指示を公表し、 訴訟と広告の新たな手続きを定めた。1730年に、ピョートル2世が没してアンナが、ロシアの皇帝になると、アポストルは、ロシア政府より、ヘイチマン国家のための特権を獲得することに、成功した。その特権によれば、ウクライナに駐屯していたロシア軍は6つの、連帯にまで縮小され、大北方戦争時に、マゼーパに味方したコサックは赦免され、 さらに、18世紀初頭から、ロシア側が設置したウクライナからの輸出品に対する、差別税率や様々な制限が解除された。また、アンナ女帝の許可により、アッポーストルは、キエフを、平マン直轄領にし、平マン国家の政府における、ロシア人の役人を減らし、ロシア人が、ウクライナで土地を購入することを禁止した。それに加えて、1708年に、 ロシア軍が壊滅させたザポロジャーの市域を1734年にピドピーリナ川の河しで福建てすることにも成功した。1734年1月17日にアポーストルは生まれたソローチンチ村で心臓麻痺により死去した。遺体はアポーストルが混流した現地の教会で葬られた。 アポーストルの死より1750年までに新たなヘイチマンは選ばれることがなかったが、アポーストルの活躍により、ロシア帝国へのヘイチマン国家の合併は一時的に停止した。2006年8月16日にアポーストルの業績を記念するために、ウクライナ大統領、ビクトル・ユーシチェンコが、ベルイーキ・ソロー・チンチ村にアポーストル銅像を建てた。ありがとうございます。